こんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、少ないフォロワー数でも月商236万円を売り上げた SNS の活用術というテーマで、今回はですね、杉崎飛鳥さんと一緒に動画を撮っていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で本日はですね、飛鳥さん、実際に来ていただいてですね、オンラインですけどね、お話をさせていただくということで、今日はなんと、3回目かもしくは4回目のですね、ご出演と、はい、いうことになるわけなんですけども、今、飛鳥さんはどういったご活動をされていらっしゃる感じでしょうか。私は SNS クリエイターとして仕事をしているのと、あとは英語講師としても仕事をしています。すみません、もう一度お願いいたします。 SNS クリエイターと、あとは英語講師です。英語講師ですね、はい、英語講師もされていらっしゃると、はい、いうことで、そもそもなんですけども、弊社 SYK の学科に一番最初に入学したきっかけっていうところも聞いていきたいなと思うんですけども、昨今結構 SNS の結構マーケティングとかそういったところを教えるスクールとかコンサルってすごいたくさんあるじゃないですか。はい。はい。まあ、その中で、SYK を、選んでいただけた一番の決め手みたいなところがもしあれば教えていただけたらと思うんですけども。はい。以前から山崎さんの動画とか拝見して、あと LINE を拝見してて、はい、すごくいいなっていうふうに思ってたのと、自分が尊敬する英語の先生からも、LINE 集客を学びたいんだったら、山崎さんの LINE いいですよっていうふうに言われてたのが大きかったですね。ああ、そうなんですね。なるほど。じゃあ、教材表の山崎の動画とか LINE を見て、それで、弊社を知っていただいてと。はい、はい、そうです。ありがとうございます。はい、ちなみになんですけど、どれぐらい実績が出たかっていうところで、どうですかね、SYK の学科に入ってから、売り上げの、ざっくりとした推移でもいいですし、最高月商みたいな形でも大丈夫なんですけども。ですね、はい、一番最初が、初月63万円の収益っていうのは SNS クリエイターになって出た数字ですね。で、最高っていうのが、136万1000円ですね。月商で。236万ですか。236万です。ちょうど今回の、あれですね。はいはいはい。なんか緊張してきました。そうですね。桁1個間違えちゃうみたいな。桁というか。はい。なるほどです。じゃあ、初月と比べたらもう4倍近くの売り上げまでガッと伸びていると。そうですね。いう感じですよね。うんうん。なるほど。ちょっとインスタグラムとかもね、どうしてるのかとかも早速聞いていきたいなと思うんですけども、インスタグラム、今ちょっとですね、こちらに画面に表示させていただいてるんですけども、今、フォロワー数で言うと、ある程度ね、2、3人、3000人ぐらいはいらっしゃるということで、逆に言うと、でも1万人とか別に3万人、5万フォロワーいるかって言ったら別にそこまで別にね、めっちゃ有名なインフルエンサーっていうわけでは、はい、ないと。いうことで、いわゆる少ないフォロワーでもしっかりと売り上げに直結できているっていうところがね、あると思うんですけども、で、しかもね、この初月と比べてもガッといきなりやっぱ売り上げが伸びているっていう、はい、うん、とこで見たときに、インスタグラムでどういうふうな運用を心がけているのかっていうところもちょっとね、飛鳥さんに聞いていきたいなと思うんですけども。はい。インスタグラムでは、まずこう、自分が、変わってよかったよっていうことですよね。そこと気持ちを、お伝えしたりだとか、要は結局、決断することがすごく大事だったので、そういったことを入れながら、あとはママとしての視点を入れながら、子供との、動画を入れてみたりだとか、写真を入れてみたりだとか、っていうふうにしてます。ああ、なるほど。ちゃんとターゲットはママさんに絞られているので、それに沿った発信をしながら、あとはお子さんっていうのはやっぱプライベートの一面を見せるっていうところ、やっぱしっかりと自分自身の人間味も、伝わるようにと。そうですね。ターゲットがママなんですけど、私自身英語講師もしてて、すごいセミナージプシーをしてた人なので、ミッションとして、そうやってお教室の先生とかされてて、起業してるんだけどうまくいってない人に向けての思いみたいなのもお伝えしてます。なるほどですね。あとは自分自身が、変われた理由だったりとか、はい、自分が成功する前に気をつけてきたことっていうところを発信されていらっしゃると。はい、そうです。いうことですね。はい。
ちなみにこのインスタグラムのですね、実際に投稿の文字とかっていうのは、結構、ね、アスカさんの今投稿見られてる方も思うんですけど、いや、こんなおしゃれななんかデザイナーさんみたいですね、私にできるのかなみたいな、結構不安に思われる方いらっしゃると思うんですけど、実際画像にタイトル入れるのってどれぐらい時間かかってますか？今もそんなにかからないですね。うんうんうん、キャンバーっていうアプリがあるんですけど、うんうんうん、それを使ってやるので。本当にどれぐらいですかね？ 3 分 ?10 分 ?5 分うん、もう画像が決まってれば文字を入れて、うん、あとは、帯の色とかも調整するのも決めてるので、うんうん、ただ5分とかかかってないと思いますね。もう全然、うん、じゃあ文字入れは5分でできると、うん、もっと少ないかな、もっと少ない、その言葉とかね考えたりとかってするのにどうしようかなっていうのをやるぞって決めただけの時間じゃなくて、普通になんかやる前に頭の中で考えてる時間とかを入れると何分なのかなっていうのはありますけど、作業時間はそんなに本当ないと思います。あ、なるほどですね。じゃあね、別にデザイナーさんみたいなデザインのセンスがあるとか、なんかそういう専用のソフトをパソコンで使わなきゃいけないっていうわけでもなく、キャンバのアプリで5分以内で十分だと。無料のアプリで、はい、無料のアプリで OK と、はい、はい、いうことですね。はい、ちなみに、1日の中で、例えば飛鳥さん自身がインスタグラムでこういう作業やってるよっていうのもざっくりとで大丈夫なので、例えばフォローどれぐらいざっくりやってとかっていうのを差し支えない範囲でちょっと教えていただけたらと思うんですけども。そうですね、まあ時間ですか、数、数的なところですね。大体目指すは100なんですけど、うんうんうん、まあ最低でも、まあ、80はするようにしてます。フォロー申請80から100と、うん、はい、コメント周りとかはされたりしますか？あ、してますね。コメント周りも目指すは100なんですけど、まあ60から100くらい、うんうん、60から、これはもう既存の、自分のことをフォローしてくれてる人にコメント、そうじゃない人にも、あ、なると新規の人にもフォロー、コメント周りをしていると、うんうん、いうことですね、うんうん、ストーリーとかはどんな感じですか？ストーリーも、まあ、絶対は1日1回はあげるんですけど、1回から2回と、うんうん、あとは、ここ多分私のなんかこう成功したところに多分直結するのかなと思うんですけど、うんうんうん、自分が関わって SNS クリエイターになってくれた人を自分のストーリーでメンションつけたりして紹介とかしてるんですよ。あ、なるほどなるほど。そうするとそういう日とかは結構多くなりますね。うんうんうん、確かにね、実際インスタグラムってタグ付け、でメンションしたりすることができたりするんですけど、自分が相手をストーリーでタグ付けしてメンションすると、相手も逆に自分のストーリーをタグ付けしてまた紹介してくれるみたいなね。あ、そうですね。うんうんうん。なるほど、なるほど。タグ付けのストーリーとかを、まあ、咲いていらっしゃると。はい、いうことですね。で、ストーリーもしっかりと発信をされていて、投稿を前にちゃんとやられていると。うんうん。いうことですね。じゃあ次にその、まあ、LINE の、実際に配信っていうところでもですね、ちょっと意識してると聞いていきたいと思うんですけど、まあ、ざっくりとした動線としては、アスカさんの場合はもうインスタグラムから、で、まずフォロワーを集めて、もっと知りたい方は、LINE アットでさらに情報配信してますっていう形ですかね。そうですね。うん。まあ、ここから LINE に誘導して、LINE の配信とかではどういった内容をなんか意識しているよとか、最近私はこういうの結構、大事だと思うんですよねみたいなのってありますかね。実際にやっぱり多分不安な人っていうのがすごく多くて、うんうんうん、決断する勇気がなく、私もそうだったんですごいわかるんですけど、あ、確かに、うんうん、私だけじゃなくて、私がこう背中を押した人、私が関わった人がもう常、うんうん、に、まあ、結構な額を結果として出してきてくれてるんですね。なのでもう、運用代行で、うん、もう昨日私電話もらったんですけど、はいはいはい、35になったっていうのを言われて、うんうんうん、なんかすごい嬉しくて、なんかそういった自分を通しての人の変化の、うん、まあ、実績のお声だったりだとか、うんうん、感謝の LINE をすごくいただくので、そういったのも載せたりしてますね、うんうん、そうですね、お客さんから感謝の声を直接いただけると。そうです、そうです、うん、なのでもう名前こう送られてきた時にもアスカさんって入って送ってくれるので、うんうんうん、やっぱり見る方にも
なんか伝わるのかなっていうところは大きいですね。なるほどですね。まあ、でもそういうのもしっかりそのお客さんとコミュニケーションを取れるような、ね、配信っていうのができているからこそ、そういう1対1トークとかでもしっかり感謝の声が届いたりとか、うん、っていうのがあると思うんですけど、普通ね、この動画見てくださってる方でも、いや自分一生懸命 LINE やってるけども、なかなかお客さんからメッセージすら来ないよみたいな、うんね、方とか結構多いと思うんですけども、そのコミュニケーションを誘発するようなその配信とかっていうところで言うと、なんか他にちょっとまあいわゆるテクニック的な面でこういうのやってますみたいなのってあったりしますかね。その方にまあ質問するような形の文章とかを入れたりしてますね。ああなるほどですね。じゃあなんか疑問系で終わるみたいな、はい、疑問系で終わるようなものを入れてみたりとか、あとは私最近 YouTube もしてるので、うんうん、こう話してる方が多分雰囲気が伝わるらしくて、うんうん、それを見て YouTube 見ましたって言ってきてくださる方もいらっしゃいますね。ああなるほどですね。でも YouTube の威力と、そうなんか本当にありがたいことに、はい、後輩の方とかと同期もですけど、先輩もすごく YouTube に応援してくださるんですよ。だからすごくコメントとかが多くて、でみんなもうなんかそこで交流できるのが楽しいって言ってくださるんですよ。はいはいはい、はい、私もすごい楽しくなって、うん、それを聞いた方はもう話を聞くんだったら飛鳥さんに聞きたかったですって言ってくれる方もいらっしゃって、うん、だからそれは多分すごく自分自身、この私のフォロワー数とリスト数からしたら、うん、もうなんか全然もっとすごいインフルエンサーの方とかいらっしゃるんで、はいはい、まだ全然なんですけど、多分自分の中ではそういったところが、うん、結果につながってるんじゃないかなっていうふうには思ってます。ああなるほどですね。まあ、いわゆるインスタグラムとか LINE とかだけじゃなくて、そこに YouTube っていう要素が加わることで、まあ、実際 LINE の読者さんも YouTube を結構見て、それで、まあ、より飛鳥さん自身に対しての、まあ、いわゆる、まあ、親近感であったりとかファン化であったりとか、そういった信頼っていうところをしっかりと感じていただいて、まあ、言っていうように、いわゆる、まあ、動画のいわゆる威力っていうことですね。動画の威力、子供小さいんで、はいはい、YouTube たまに乱入してきたりすることもあって、夜やってみて。ああ、でもいいんじゃないですかね、なんか。うんうん、私はすごいなんかいっぱいいっぱいだったんですけど、見た方が、なんか良かったです、それが逆にとかって言われて。逆にね、はいはい。そういうのもあります。ああ、なるほどですね。はい。はい、じゃあ、最後になんですけども、まあ、弊社の学科に入る前と後でのちょっと変化っていうところもあれば、こちらも最後教えていただけたらというふうに思うんですけども。はい。はい、まずですね、気持ちの面の変化っていうのがすごく大きくて、自分に対する自信もできたし、うんうん、あとは、こう、自分を通してなった人からの感謝の声っていうのが、うん、もうすごくなんか、なんだろう、本当に良かったなっていう気持ちに慣れてて、うん、日々、うん、やっぱり中にはこうね、連絡くれる方たちもいらっしゃるので、うん、で、すごい良かったですっていう風に言ってくれたら、もう解雇になっちゃったけど、もうクリエイターになってたから良かったよっていう人もいるくらいなんで、うん、なんか本当に自分のやってる仕事が誰かのお役に立ってるっていうところがすごい嬉しいのと、私はずっと運用代行のお仕事も続けてるんですね。はいはいはい。なので、うん、運用代行をしてるクライアントさんの方からも、うんうん、リストにつながったとか、うんうん、あと契約取れたよっていうところが、うん、こう私 SNS 苦手で入ってる人なんで、はいはい、そういう苦手意識があったけど、うん、そういう人でも誰かの役に立ててるっていうところが、うん、なんかすごい嬉しいですね。うんあとはそのなんか人の感謝の声が結局は自分の収入につながってるっていうところが、なんか本当に感謝のものがお金に変わってるっていうところが、すごくやっぱり、うん、やりがいだしありがたいなっていうふうに思ってます。うーん、やりがいを感じられるっていうのがすごい大事ですよね。うん、いやなるほどですね。はい、ということで今回はですね、まあ、少ないフォロワー数でも月商で236万円を実際に SNS を使って、実際にコストをかけずに、しかも自宅にいながらね、これだけの売り上げをアスカさん上げていらっしゃると、まあ、いうことで、それにはこういったね、ところインスタグラムでは
あったりとか LINE とかで、まあ、ポイントを意識されて、実際売り上げを上げていらっしゃるということなんですけども、最後にですね、下記の概要欄の方から、まあ、こちらね、月3万から10万円の収入を得るための SNS クリエイターの教科書っていう、まあ、こういう無料プレゼントをですね、もらえますので、ぜひ下の概要欄から、ぜひね、アスカさん LINE にも登録して、LINE の配信、今結構勉強になる部分多いと思いますので、チェックしてみていただけたらというふうに思います。はい、ということで、はい、アスカさん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。